信をいただきましたこと、従業員一同深く感謝を申し上げます。それでは音張り手を代表いたしまして、閉店セレモニーの参列者をご紹介させていただきます。こちらになっております。本日はご多忙のおり、多くの皆様におとかりでの最終営業日に、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。さて、おとかりでは、1970年3月11日に大丸ピック千里中央店としてオープンして以来、千里大丸プラザ、おとかりでと、時代の流れに合わせて変化していきながら、私ども2019年より4の株式会社が運営し、皆様の暮らしに寄り添う商業施設としておよそ3年間営業してまいりました。当施設がオープンした1970年当時は大阪万博の開催で、日本そして世界中から大阪に人々が集まり、町に活気が生まれ、千里中央ではさまざまな新しい挑戦を行ってきました。日本初のニュータウンの建設、高齢型の商業施設の先駆け、千里サンタウンのオープン、当施設のオープン時は豊かな暮らしを推進するディスカウントデパートとして、スーパーマーケットの気軽さ、そしてデパートの持つ安心感、信頼感を兼ね備えた施設を打ち出しており、特色ある施設が集まった千里中央では勝利を得るとして発展してまいりました。約半世紀が経ち、2025年には関西万博を控え、また大阪、そしてここ千里中央も新たなステージを迎えます。今年1月に施設の老木化のため閉館を発表させていただいたから、当館1階にメッセージブースを設置 しましたが、本日まで約900枚もの温かいお声や質問をお受けいただきました。本当にありがとうございます。当施設の閉館を惜しむ声、親子3世代にわたり当施設をご愛顧いただいていること、そして昔のテナントやスタッフとの思い出など、1枚の小さなステッカーに熱い思いが込められたメッセージを一件一件私も読ませていただきました。たくさんいただきましたメッセージを通して、新たに学ぶことや考え深い思いなどがございましたが、一つ私が印象に残っているものを紹介させていただきます。昭和42年から千里中央に住み、3人の子供をピーコック地下の食料品売り場の食材で育てました。夫は91歳、私は84歳、3人の子供の長男はやがておじいさんに、たくさんの思い出が残るピーコックの寂しいです。地域の皆様にとって本当に思い出が深い施設であること、そして千里中央を利用する皆様の日常生活の一部の施設として、長きにわたり日々の生活を支え、共に成長してきたことを改めて実感し、言葉では言い尽くせないほどの感謝の気持ちでいっぱいでございます。どうぞ。本年のイオンモール株式会社は千里中央の皆様に共
及び社会に貢献してまいります。最後になりましたが、53年間という長き歳月にわたり千里中央の地で営業を続けておられましたのも、地域の皆様にご支援ご愛顧いただきましたおかげでございます。心より感謝申し上げます。皆様の末永きご多幸を記念いたしまして、本日の私の挨拶と挨拶させていただきます。53年間本当にありがとうございました。Thank you.
心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
皆様に記念
Thank you.